あ、とりあえずエルマルにいるソップさんを迎えに行きましょう。助けて。はい。どこだ？ソップが落ちたみたいな状況だ。あれどこだ？いたいた。うん？寝た。じゃあ行きましょう。放流。放流。じゃあ湯葉があっちにあるので。見える。危ねえ。今日見える。あ、今落とせるんだった。落ちた、絶対落ちたよ。めっちゃスルーされてる。え？三人揃って逆の方を走ってるから、押すなって後ろ回っても誰もいなかった。なんて悲しいんだ。ちなみにユバまでで確か、なんで丸一日歩かなきゃいけないんだよな、本来。半日もかかってた。半日かいな。とりあえず。ここです、拠点は。はいはい。みんなエンチャントしたいですか？したい。じゃあ、エンチャント。はい。作りました。早っ。作りました。早っ。よし、じゃあ、エンチャント行こう。受け継がれる意志、時代のうねり、人の夢。これらは止めることのできないものだ。人々が自由の答えを求める限り、それらは決してとどまることはない。もうエンチャントされてるし、武器。そういや。なんで？あ、弓矢は。弓矢は。今31レベルだからね、それ以上の弓矢は簡単に作れるぜ。これ、なんですけど何か。ナミさんの後ろの、と、同じ高さで作りました。そもそも。おぉ。中は超シャレに。あー、何？東京の螺旋階段で。すごくないですか、この貝殻の中みたいな螺旋階段。なんじゃおい。登りず。いやはい、エンチャント台はここから見えます。ん？どうでしょう。いっけ。あ、今落としてるんだった。あ、見えないんだ。お、あれ。そうです。あの塔。あの塔です。あの塔の上。よいしょ。え？よいしょ。おぉ。よいしょ。よいしょ。ゾロとか、ウソップ級の、ウソップじゃない、あれ、ウソップどこ行った？行った行った。準備してるんだよ。今、成功したように見せたときに、実は失敗して、超ハート入ってます。今、赤色になってたから分かってね。落ちたときに赤色になってるの見えた。成功と見せかけたい。はい、どうぞ。行きましょう。エンチャント。なんか。ちなみに破壊と設置はなしですよ、ブロック。さて上までたどり着けるか。迷路を作りました。え？迷路？そうですよ。 あ、誰が初めにエンチャントでたどり着けるかな。あ、落ちた。ずーん。何これ、めんどくさ。
ちなみに、ひたすら上に行くだけではたどり着けませんよ。ちゃんと。ただいま。行ってきます。行ってらっしゃい。ちゃんと降りる、飛び降りるってことも時には考えないといけなくなっています。どこかな？あ、わかった、わかった。ん？ん？なんか、そこら辺に。こっちか？ですよね、そこしか。あー、もう落ちた！あ。これ、むずい！いやー、今回はアクションじゃないんですよ。アクションで難しい場所はないんですよ。じゃないな。どっちかな。出ないな。ジャンプしたいよ。絶対ジャンプ無理じゃないですかこれ。確実に落ちると思うんですけど。お、行きました。すごい。行きました。来た。これ、アドレスだね、これ。よくわかりましたね。ハズレです。ではね、戻ります。どこだ？どこだがまた始まった。どこ、これ。ナミさんがね、宝探しで、僕ら実況したじゃないですか、宝探し。してたんですけど、ナミさんが、どこだ以外何も言ってないんですよ。どこだ？どこだを合計、確か15回ぐらい言って。あと何にも言ってない。さあ、どれを選ぶ？これはもう運かな？いや、運じゃないんだよ、これ。考えたらわかるんだよ。え？はい。キー押すとか間違えた。やっちゃった。ん？なんだろう。あ、ここはまず失敗しますね、多分。さあ、どこに行けばいいんでしょう、ここから。ここ選んで知ってる。あ、落ちたかな、これ。失敗したかも。外れましたね。さあ、さて次は。あれ、あ、そっちへ行くという手もありますね。あ、でもこの1個下は確かあれだったら、あ、違うな。よく覚えてる。よく覚えてる。プロの道迷わない、かん。強いっすよ。もう、最初に。ここは超怪しい。この下のここは超怪しいけど、いけないようにされてるように見えるな。それ、いや、いけないようにする。こっちの岬越えてから外れでした。残念、状態入ったから。仕方ない。ヒントあげましょうか。それともヒントなしでいきますか。ヒントなしで。おー、すごい。さすが男。怪しいけど怖い。え？悲しいよ。男のゾロが人を使う、石橋を叩くのをナミさんで使うか。ナミさんを使うか。よいしょ。見損なったぞ、男。ん？ヒントを言ってもいいんですよ。俺がヒントはなしでって言ってから、ちょうだいなんて言えないの。ヒントは言っていいですよ。聞きづらい。やっぱりね、ゾロさん、どうしても俺はヒントをあげたい、ここだけは。いや、ダメですよ。わかった。我慢します。いや。あ、やばい、落ちた。あれれ。そうですよ、ここ落ちるようにできてるんですよ。罠です。つまり。やべ、ウソップさんに聞き方教えちゃった。めっちゃついてきたんだけど。やったぞ、ちょっぱりついていったら。ああ、なるほど。でもなんかここ怪しいんだよなぁ。そうやって飛び降りて見るっていうのもありですね。おかえり。あの隙間に入れるかなぁ。入るにはテクニックが。落ちたって。あ、そういうことか。壁に行くっていう意味には。だから言ってた。いやぁねぇ、それじゃあ高さが足りない気がするけどなぁ。では、あの隙間入るのはその方法しかない気がする。さあ、ゾロさん、そっちを選んだ。お、入った。そっちに移動できた。よくできましたね、そこ。でも、あ、無理、と同じ。
ここから降りると同じ状況ってことに気づくんだろ。どうやったの？ここが繋がってるっていうことに気づくぞろ。まだあれ新たにインプットされましたですね。その勘の地図舐めちゃダメってよ。これは見た覚えるしかないんで。そうです、そうです、どうしてそうなんです。どこだ、基本的に僕も見て覚えるしかないんですよね。僕はチョッパーについていた覚えたり先導してしまった。まあずっと入ったら繋がってから違うんだから行ったら行きますだけど、ここにでもそもそも行けない状況になってるんですよね。ですね。ここはでもアクション要素なんでちょっと行き方行っちゃいましょうか。いやダメです。惚れるぜこの男。繰り返してるな。あそこにビーンってあるんだから、そのまんまあれでやってみたいものが。いた！落ちた！ここダメか。そうでしたね、外れでしたね。あ、でもよく行けましたね、今。すごいすごい。まあ、誰か。ゾロが最初に、お！え？ゾロ、素晴らしいもの行き方。え、どこへ行った？ゾロさん、ほぼ正解です、今の。よし。ようこそ。え？じゃあ、答えを言ってしまうと、ジャンプで高さを確保して、行く感じです。あ、また入り口、分かれ道がいっぱいある。え、それって降りてる途中？降りる前？降りる前。まあ、あれなんでどっから行った私。お、降りることを決めた。あれ、私これ落ちちゃった？一回だ。おっと、降りるしかないようですね。ここは、もう。あー。アクション要素、アクション要素を鍛えた。笑うだけかよ。拾ってくれたらよかったね、せめて。あ、今、頭が冴えてるときは基本。はい。めっちゃ時間かかってる。予想以上にかかった。予想以上にかかった。あれーどこだっけ。ちなみにこの真上がエンチャントですね。ちょうどこの真上がここエンチャントですもん。この上だよ、上上。ここエンチャントです。なんかここが怪しいんだけど、こっち違いそうな。あ、スケルトンいる。もう仕方ない。どこからだ？え？え？びっくりした。やばい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 やだやだ、死にたくないです。やだ、死なない、お願いお願い、死なない、死にたくない、死にたくない。早いです。めっちゃやだ、めっちゃ死にたくないんだけど。ね、逃げてください。ハート半分、31レベルでハートが半分。うわ。めっちゃ怖いな本当。逃げて、早く逃げて。ゾロが窓をつけてくれてなかったら窓から射殺されてたわ絶対。ちょうど窓の向こう側にいるもん、スケルトン。あ、ありがとうキムさん。ここで死にたくないです、失敗したくないですね。はい。かわいそう、かわいそう。かわいそう。どうしたんだキムさんが間違った方向行った。あ、ジャンプできなかった、死ぬ、そろそろ。あ、やばい、行けんかった。皆さん、ファイト。ゾロさん、どうやってすか、今。え、ちゃんと閉まりましたけど。早っ、着いたんだ、早っ。これ、降りるとこどこから。そこから行くと、だって、見つかったら、ですよ。あ、僕は、ここから降り、ここから、タッチのところにこうやって入りました。死にかけた、死にかけた。ここなんだよな、ここからなんだよな。落ちました。ちょっと一番上から飛び降りたらハートが半分残ることが判明。じゃあ、キムさんのカメラになります。あ、ありがとうございます。実況してください、ゾロさん。キムさん実況してください。キムさん飛んだ、そして。降りました。どれそれ、どれそれ。落ちた。下で見える。カメラマンちょっと失速。キムさん置いてゾロが通る。あれ？キムさんは？あれあれ？キムさん多分下に落ちました。うわー。
痛いやろそれ。さあ、ストップ。はしご登る、お荷物、そして、波動かない。波ずっとここに伝わる。そして、反応してるんですよ。どう考えてもそっちグループの会話を邪魔してるしか聞こえなくなってきた。あ、いいですよいいですよ、どん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 してください。出る、早すぎる、出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 る、行こう、行こう、本当に落ちたいよ。おい、こっちまでおいで。おい、だってこれ笑わせてる、こっちが悪いじゃないですか。